センターコート。引き込み式屋根がなかった頃のセンターコート。オールイングランドローンテニスクローケークラブは、イギリスのロンドンのウィンブルドンに位置するテニス競技場。6月から7月に行われる、ウィンブルドン選手権の会場でもある。1868年に、オールイングランドクローケークラブとして創設され、1870年には、クローケーの試合が初めて行われた。さらに、 1877年には初のウィンブルドン選手権を開催することを契機に現在の名称になった。テニスコートは全部で19割、その中でもセンターコートは同選手権の決勝などが行われ、イギリス最大のテニス専用競技場でもある。また、ナンバーワンコートはサブ会場としても使用されている。2009年にはセンターコートに引き込み式屋根が付設され、また、 ナンバー2コートが新設された。同クラブは2012年ロンドンオリンピックにおいてテニス競技の会場として使用された。ウィンブルドン選手権など通常の大会では白系統の親しか着用してはいけないことになっているがこのロンドンオリンピックに限り特例として各国の国旗やナショナルチームのカラーのユニフォームの着用が認められた他 通常緑色となっているスタンドの塀も特別にロンドンオリンピックの大会カラーである紫とピンクの横断幕が使われた。ありがとうございます。